炭素循環と地球環境の安定性、大気中の二酸化炭素濃度は炭素循環によって決まると考えられています。炭素循環とは地球における炭素の振る舞いのことで、大気へ二酸化炭素を供給するプロセスや大気から二酸化炭素を除去するプロセスなどが含まれます。大気中の二酸化炭素濃度はそれらの二酸化炭素の供給と除去のフラックスが変化することによって増えたり減ったりします。代表的な大気への二酸化炭素の供給プロセスは、短い時間スケール100年まででは人間活動による化石燃料の消費、長い時間スケール100万年以上まででは火山活動が挙げられます。以下では現在の地球温暖化のような短い時間スケールの問題ではなく、地球の進化に関わるような長い時間スケールの問題に注目することにします。火山が噴火すると火山ガスとして二酸化炭素が放出されます。二酸化炭素はそのまま大気中にとどまらず、どんどん除去されていきます。その代表的なプロセスが岩石の化学風化作用で、簡単に言えば岩石が溶ける化学反応です。酸性雨という言葉をよく耳にします。人間活動によって硫黄化合物などが溶けて、通常よりも酸性が強い雨のことを指しますが、実は雨はもともと酸性なのです。なぜかというと、大気中には二酸化炭素が必ず含まれているからです。二酸化炭素は水に溶けて炭酸になります。炭酸は弱酸ですが、雨や地下水を酸性にするため、長い時間をかけて岩石が少しずつ溶けていくのです。溶け出たカルシウムなどの陽イオンは河川を通じて海洋に流れ込み、炭酸イオンと反応して炭酸カルシウムが沈殿します。この一連のプロセスを通じて大気中の二酸化炭素が固定されることになるため、二酸化炭素の重要な除去プロセスになっているのです。岩石の化学風化作用が重要なのは、単に二酸化炭素を除去するプロセスだからというわけではありません。二酸化炭素をどれぐらい除去するかが気候状態に応じて変化するから重要なのです。例えば温暖化が進むと化学反応の速度は増大しますので、二酸化炭素はたくさん除去されます。すると大気中の二酸化炭素濃度の上昇が抑えられて温暖化が抑制されます。逆に寒冷化が進むと化学反応の速度は低下しますので、二酸化炭素はあまり除去されなくなり、火山活動による二酸化炭素の供給によって大気中に二酸化炭素が蓄積し、温室効果が強くなって寒冷化が抑制されます。このように化学風化速度が温度によって変化することによって、大気中の二酸化炭素濃度が自己調整され、温暖化や寒冷化が爆走しないような仕組みになっているのです。これはウォーカーフィードバックと呼ばれ、1981年にミシガン大学のジェームス・ウォーカー博士らが提唱した地球環境の安定化メカニズムです。
ウォーカーフィードバックは、また太陽光度の時間的増大の影響を相殺するように、大気の二酸化炭素濃度が時間的に低下してきたことを説明します。ウォーカーフィードバックのおかげで、地球環境はずっと温暖湿潤な状態を保って進化できたと考えられています。これにより、暗い太陽のパラドックスを解決することができます。補足。炭素は大気、森林、土壌、海洋、人間活動の間を様々に形を変えながら循環しています。例えば、大気と森林なら、大気の二酸化炭素が植物の光合成により有機物の形で生物に取り込まれる一方、生物の呼吸などに由来する二酸化炭素が大気に排出されます。また、土壌の化石燃料などは、産業革命以降の人為的活動により、二酸化炭素などとして大気に排出されます。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。